どうも、生物観察のゴニです。ちょっと今日はね、山の中の公園にやってきました。自然公園的なところですかね、ここは。朽木がありますね。これはコナラかな、コナラの葉っぱがね、広がってきましたね。あー、もうね、新緑の季節ですよ。見てください、あそこに毛虫がいますね。毛虫がおるわ。アリの巣がありますね、あれ。あれは、これクロオアリかな、クロオアリの巣ですね。こっちにも巣穴があるね。多分同じ巣かな。ここにも巣穴がありますね。土の塊を加えて出てくる子たちがいますね。これ巣穴掘って拡張してますね。指近づけてみましょうか。危ない危ない。さあどうする。出てこんくなった、出てこんくなった。俺にビビったのか、俺が怖いのか。この穴から全然出てきませんね、アリさんが。メインの穴はこっちなのかな。攻撃してこんな、防衛のために攻撃してきてもええんちゃう。あ、こいつ、あ、攻撃せん。おい、お前ら危機感ないんちゃうんか。ちょっとおい、こら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 、わかんな、こいつら危機感なさすぎちゃうね。私がね、指を近づけても全然反応しません。うわ、ほらほらほら、ビビって引っ込んじゃうもん、こいつら。ほんとにやる気あるんか。ところで皆さん、これ何だと思いますか。書いてありますね、大王わさび農場おろし生わさび。これね、おろし生わさびなんです。大王わさび農場限定 の、 あの長野県の安曇野市というところにね、大王わさび農場っていうね、大きいわさび農場があるんですよ。我々わさびが大好きなわさびストの聖地なんですよね。わさびストの聖地、大王わさび農場で、これね、たくさん買ってきたんですけれども、その中のチューブの1本がですね、見てください。これ賞味期限が2020年の3月23日。もうね、とっくに過ぎてます。1ヶ月以上過ぎてます。賞味期限切れちゃったんです。ちょっと残ってるんですよね。これもったいないじゃないですか。賞味期限ね、1ヶ月切れちゃったんで、さすがにね、私がちょっと食べる勇気はないんですけれども、1ヶ月も過ぎると。でもね、有効活用したいじゃないですか。このわさび農場、このね、限定生わさび使ってちょっとね、小銭を稼ごうかなと思って、今日はこのアリの巣をこのわさびで塞いだらね、一体どういうことになるのか、この子たちはどういう反応するのか、ね、実験してみようと思います。去年、アリの巣穴の周りをわさびでぐるりと囲いましたけども、その時はわさびの壁に阻まれて、出入りはね、ちょっと減りましたけれども、それでもね、乗り越える子とかいたんですけれども、じゃあね、穴を直接わさびで塞いでやったらどうなるのかというのをね、今日は実験しようと思います。それでは早速ここにブリッと行きましょうか。ブリッと、ちょっとかわいそうな気がしますけどね、ブリッと、あ、ブリブリッと、ブリブリッと、ブリブリッと、ほら、ブリッといきましたね。さあどうなるのか、このわさびをどかして出てくるのか、それともこっちをね、別穴、こっちも多分同じ巣やな、別穴からの出入りが増えるのか、どっちなんでしょうね。あー、穴に戻ろうとした子たちがちょっと困惑してますね。あれ、穴塞がってるぞと、なんか変なもんがあるぞと困惑してますね。わさびをどかすのかな。お、わさび反応しとる。あ、反応しとる、反応しとる。あ、わさびもしかして食べる。わさび舐めとるぞこいつ。ほらこの子、わさび舐めとる。わさび食えるのかな、クロオアリは。ほら、わさび舐めてますね、この子は。わさびを忌避することはないみたいです。なんかね、ヒアリにはわさび効くみたいなんですけれども、クロオアリには効かないんでしょうかね。やっぱクロオアリは強いですね。せっかくなので、こっちの別穴も塞いでみましょうか。ブリ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 っと。さあどうなる。これはね、でも下にちょっと空間があるんで出入りできちゃうかもしれないです。よし、これぐらい詰めときましょう。 OK、 塞ぎました。あー、ちょっとかわいそうだな、かわいそうだけどもね、ちょっと私の知的好奇心を満たす犠牲になってもらいましょう。もうちょっとしっかり、よし、 OKOKOK、 これで OK。こっちの穴はお情けで残しておいてあげましょう。おお、こっちの穴から出てきた。やっぱりね、こうやって穴を塞ぐと空いてるところから出入りしようとするようですね。お情けで、ここの穴はね、塞がずに置きましょうか。武士の情けですね。困惑してますね。あれ、わしらの巣穴が、わしらの巣穴がって感じですね。あ、下から潜り込もうとするのかな。あ、かじっとる。あ、わさび舐めとるなこいつ。
クロワリやわさび平気なのか、それとももう賞味期限過ぎて辛みが弱まってるんでしょうか。あの隙間から入り込めないかどうかちょっと試行錯誤してるみたいですね。入るか、ああ入れんかった、残念。こっちの穴はどうかな、こっちの穴はなんとかこうわさびをどかして入ろうとしてるみたいですけども、アリが集まってきましたね。帰れなくなって混乱してるようです。なんとかでここを掘ってこじ開けようとしているようです。ほら一生懸命噛んで、これ掘ろうとしとるんじゃないかな多分。それとわさびおいちおいちつってわさび狂いになっちゃったんでしょうか。なんとかでも 掘れそうな場所を探してますね。こう掘ろうとしとるな。見てください、わさびの塊を削ってます。これ隙間空いとんのか、もう出入りできるのかな。わさびの塊をね削って崩してなんとか穴を復活させようとしてるみたいですね。こっちもね大量に寄ってきてますね。こっちもなんとかで、ね、わさびの塊を切り崩してこの穴を開けようとしてます。あ頑張れ頑張れ、ほらほらほら切り崩しとる、切り崩してほらどけた、ね、ちょっとずつ切り崩してるんですよみんなで。よし頑張れ頑張れ頑張れ、まあ元凶は私なんですけどもね。ほらみんなで頑張って頑張って切り崩してます。多分ねこれなんか雨とかでねこうやって水がね地面流れて、それで、ね、土砂がこう巣穴塞いでしまった時とかもみんなでねこうやって頑張って土どけて穴復旧させてるんでしょう ね。穴塞がっちゃうことありますからね。で穴はねわざと土でね土かぶせて塞いどいてもね、なんか1日経ったら開いてたりとかしますからね。わさびもなんかうまいこと削って開けようとするみたいですね。よし頑張れ頑張れお前ら頑張れ、みんなで力を合わせればできる、やればできる。なんかこっち全然来ませんね。こっちの穴にアリが集中してます。こっちの方がねわさびが薄くて穴開けやすいんですよ。こっちは結構大きい塊をねじ込んじゃったので結構手間かかるんですね。ですから楽に開けられるこっち側から開けてしまおうということなんでしょうかね。それでこっちにね、まあ、マンパワーならぬアリパワーを集中して、それで今頑張ってみんなで掘っているところみたいですね。なるほどね、賢いねアリも、賢いじゃん。薄いとこから開けちゃった方が早いぞと。外から帰ってくるアリとかね、外に餌探しに行くアリとかがいますから、そいつらのためにね早くどっちかの穴を開通させないといけないと。もう一個ねスペアの穴はあるんですけど、どうしてもねあんま出入りが悪くてね、あんまり嫌いみたいですね、あっちの穴は。どっちかの穴を早く復旧させたいみたいです。で復旧させやすそうなこっちからとりあえず開けますよみたいなね。あの災害でも土砂災害でも復旧が簡単なところから復旧させたりとかするじゃないですか。まあそれと同じですよね。お、あっちほっとるな、ほっとる、だいぶ切り崩せてきたのかな。一応こっちも切り崩そうとはしてますね。頑張れ頑張れ頑張れ、ほらお前らも頑張れ頑張れ頑張れ、あ出てきとる、ほら中から出てきた、穴開通しとんや、ほら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 中から出てきた、開通さした、すごい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 。こちら側なんとか穴の開通に成功したようです。この部分を削り取ったことによって、まあ、中からの出入りが復活したようです。すごい、おめでとう、すごいじゃん、やればできるじゃん、アリってすごいね。みんなで力を合わせてさ、こうやって困難に立ち向かうわけですよ。すごいよね、みんなもこれこの姿勢見習った方がいいんじゃない。みんなで力を合わせて仲間同士、まあこの子たちは姉妹なんですけどね、同じママから生まれた姉妹なんですけど、働きアリって全部メスですから姉妹なんですけどね、姉妹力を合わせてみんなでね苦難に立ち向かったわけですよ。で皆さんもこれ見習ってください。皆さん兄弟いる人ね、兄弟姉妹いる人本当にあの仲良くしてください。兄弟姉妹大事にしてください。辛い時もねみんな力を合わせて乗り越えてください。ほらあの三本の矢の教えってあるじゃないですか。あの毛利元就っていう武将がね昔戦国時代にいたんですけれども、3人の息子たちに三本の矢を見せて、矢が3本あったとして一本一本は簡単にねペキペキ折られちゃいますけれども、3本束になったらねもう相当な力を入れないと折れないと。折れましたけどもね、折れましたけども3本一気に折るにはねすごく力がいるんですよ。でだからお前ら兄弟は3人でね力を合わせて一致団結して生き残っていけよみたいな風にね諭したそうなんですけれども、もうこれも一緒ですよね。みんなで力を合わせることによってこういう難局を乗り切ることができたわけですよ。
天から降った災難みたいなもんですよね。天からいきなりわさびが降ってきて巣穴を塞いでしまったんですけれども、みんなでね力を合わせることによってなんとね開通することができました。でもまあそれでもまだ穴が狭いらしくてね、まだね一生懸命頑張って削って穴をね拡張しようとしてます。やっぱあの部分から優先的に削ったんでしょうね。あの部分からほら出てきた子もね一生懸命削ってます。いやーすごいすごいすごい、いや感動した俺は。こっちもあなんか下の方から触覚覗いとったぞ。ちょっとこれもしかしてこれ、あこっちも穴開通しとるやん、穴開通しとるやん、削って穴開通さしとる、すげえ。あこれはわさびを削るというよりも下の土を削ったりもしてなんとか穴を拡張したみたいです。すごいすごい、穴開いた。こっちもすごい分厚いわさびをどかすよりも下の土を掘って少しでも隙間を作った方がいいんじゃないかということでね、下の方に隙間を作ってたみたいですね。ほら出てきてます、すごいすごいすごい。で少しずつねこのわさび削っていってどかしていくんでしょうね。もう日が暮れるんでね私帰りますけども、ちょっと明日また見に行きましょう、どうなってるか。いやーすごい、君らすごいよ。これ感動的な BGM 流しとこう。何しよっかな、やばいわ。ちょっとこの辺りなんか感動的な BGM 流しとこう。なんかみんなが泣けるような涙腺刺激するような BGM 入れますね。もうだいぶ日が暮れて暗くなってきたんで今日は一旦帰ります。これで、ね、だいぶ露出上げてるんですけども結構暗いんでね、今日のところは帰ります。お前ら頑張れよ。明日来たらねもしかしたらもうわさびきれいになくなってるかもしれませんね、はあ、楽しみですね。じゃあ帰ります。おはようございます。一晩経ちまして、また様子を見に来ました。どこら辺やったかな、どこだどこだ、あここやここや、あすっかりわさびがなくなっとる。ここですね、ここわさびで塞いだんですけどわさびがなくなってて、あこれか、わさびがね真っ白になってカピカピになってます。これわさびだな、カピカピだってね、軽くなったんです。水気が抜けて軽くなったんでアリに引っ張られてどかされちゃったんでしょうね。完全復旧してますね。こっちの穴もねわさびがほとんど溶かされてしまって、わずかにここに白くカピカピになったわさびが残ってるだけですね。すげえなー、やるなこいつら。というわけでアリの巣をわさびで塞ぐとアリがわさびを削ったりもしくはわさびの下の土を掘ったりして穴を復旧させることが分かりました。皆さん勉強になりましたね。皆さんはかわいそうなんでやらないでくださいね。いや皆さん勉強になりましたね。この捨ててしまうはずの賞味期限切れのわさびでね一つ賢くなりましたね。捨ててしまうわさびを教育的価値に昇華したわけですね。エンターテインメントに昇華したわけですよ。そして教育的価値を生み出した私のもとには何万円もこれが入ってくるわけですね。これがそしたらこのチューブわさび何十本も買えますからね。もういいことしかないですね。素晴らしいですね。こうやってして世の中回っていくんですね。皆さん勉強になりましたね。本当にね勉強になったと思う今回は。それではご視聴ありがとうございました。ごめんねアリさんたち。